対戦相手の方が見つかりました。相手の方、アメパですね。アメパ、アメパじゃない、水統一ですね。まあ、アメパはアメパなんだけど。水統一か、ラグラージュはメガっぽいですけど、普通にステロマキとかの可能性もなくはないな。というのも、相手の方、別にペリッパーのアメフラシが、なんだろう、その水石とかなくても、普通に攻撃力がアップっていう点で、相手のポケモン全員に恩恵あるので、そういう意味では、ラグラージュは別にメガじゃない可能性は全然ある。で、ナットレイとギャラドスの並びかなり刺さってると思う、かなり刺さってると思うんですよね。ギャラナットで行くのは悪くなさそう。ウツロイドも、タスキを盾に何やかんやってのはできるんですが、ナットレイしょってでいいかな。ナットレイ、ギャラドス、何かだな。月光画を考えると、ボルト出してあげたら、ボルト出した場合に、相手のさ、あれですよね、ラグラージ展開がきつくなる。ラグラージがステロマキの時って普通にいいようにされてしまうので、そう考えると別のポケモンの方がいい気忘れ。セグ Z 使えるアイアントでもいいか。雑だけど。では対戦よろしくお願いします。ラグラージメガじゃないと思ってるんですよね。だからこそ初手でナットレを出して初手のラグラージを潰そうという考えなんですが、月光下から来たら普通にきついという。ああだよね、やっぱこいつあくびとかステロマキやつだよね。オッケーオッケー、ここはうまく出し勝っていく。でここはパワーウィップでいいでしょう。変なことされる前にさっさと殴っておきましょう。まあとはいっても初手で普通にメガラグが来る可能性もあるといえばあるので、まあ初手に来たからといってメガラグじゃないと決めつける。メガラグなのマジか。しかも突っ張ってきた。何する気だ。これでギャラが、まあメガギャラがいないのは確定しましたね。守る方、ペリッパーに不気なのかな。まあ いやドリギリーか。じゃあ相手そう簡単には引きなさそう。引けるとしたらギャラドスとかペリッパー、あと装飾、装飾マリルリなのかな。だから装飾マリルリって別にナットに強いわけじゃないからな。熱湯でやけど引かなきゃきついし。引いてきた。はい、マリルリか。あ、ペリッパー、オッケーオッケー、それはいい。これギャラもまあまあ刺さりそうですね。宿り木の種当たらない。ここはスティルスロックでもいいかな。暴風とかの辺から、ああなるほど、これ半分も入らないんですが、まあまあいい火力が出るんでパワーあるな。しかも当然のように混乱を引く。オッケー、ステロは巻いた。火力あるからメガネとかなのかもしれませんね。どうするかな。でも引けないんで、リップで削るかヤドリギか。ヤドリギでもいいか。この後ギャラで舞う展開を考えればヤドリギでも悪くはないですね。ステロは巻いたんで一応ギャラで全抜きを狙えなくもない。ただ暴風が結構痛いは痛いんで、ヤドリギをしっかり入れておいてほしいところ。あ、急所すげえな、このペリッパー。ペリッパーというかナットレイのやらかし具合がすごい。ここはアイアントで、引かれるとまずいけど、まあ、引きづらい対面でもあるはず。ワールズエンドフォールで詰めときもちょっと考えたけど、さすがに危険ですからね。まあ、普通のアイアントの技がペリッパー普通は耐えるので、イワゼットは警戒してこないでしょう、なかなか。まあ、アイアントって肩結構わけわかんないからな。ここはペリッパーを飛ばしてえな。こいつ飛ばせばギャラがまあまあ飛ばしやすいんで、なんとか粉砕してやりたいところではある。オッケー通る。さすがに持ってくだろ、抜群だし。
ケー、今これ張り切りも乗りますからね、かなりの火力になりますよ。でフェリッパー倒して、とは言ってもラグラージの打点がバカ力が最大打点なんで、あんま美味しくないかラグラージ。まあでもバカ力で殴っとけばいいかな。技2回耐えるかは、いや多分耐えねえよな。あやとかなり B は高いんですが HP が低いので、総合的な耐久力はそれほどではない。滝登り、まあこれ耐えると思うけど、落ちるのマジ落ちるとは思わなかったけど、まあいいか。ラストが誰か分かんないから、メガ進化をあんまりしたくないのもありますね。まあ、とは言っても、あーまあでもメガ進化しない方がいいか。ワンチャンかけた自信っていうのは可能性はあるからな。多分岩技さすがにないだろうし、ここはドラゴンダンス守るアッティブ技持ちっていうのはさすがにないはずなんで、相手の戦術にギャラがいるときはメガしない方が多分いいんですよね。まあ、とはいっても飛行 Z の場合はメガした方がいいんですけど、どうだろうな、パーティー的に引いてきたか。パルシェンの可能性もあるかな。あ、パルシェンか、オッケーオッケー、パルシェンだったらいいや。ここはさすがにメガしますかね。いやでもこれあれだな、もう一枚ぐらいしなきゃきついはきついな。メガ進化して龍前殻破ってきたらもう1枚もありだと思う。ロクブラは耐えるだろうし、いやでも殻破ってきたら沈で落とせるんだったら落とした方がいいか。ラグラージをワンパンするほど積むかどうかってゲームですよね。パルシェンは殻破ったら殴った方がいいかもな。あーこれ S 上取ってるはずなんで、大体 B がこれで2段階ダウンになるから死んでワンチャン飛ぶんじゃん。ワンチャンとか飛ぶか、さすがに B クソ高いとは言ってもさ、こっち A2 段階上昇で向こう B2 段階ダウンだからな。ここは自信でいきますかね。コウさん敗退ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーが、まあ、カバマンダの割とシンプルなやつですね。ギャラを通して勝ちたいけど、レヒレがいるんでそこですね。ナットから入るのはありかもしれない。ナットリー、ゲラドス。アイアンとか、ウツロイド。アイアンとかな、ウツロイドも悪くないけど、ナットレイが無理になるもんな。ナットレイの処理はエンテイかアイアントなんですが、エンテイよりかはアイアントだろう今回は。これいきましょう。では対戦よろしくお願いします。初手カバルドンっぽいんですが、その場合ヤドリギを押すかステルを巻くかちょっと悩んでしまいますね。あ、ボルトロスだよ、それはいいけど、気合玉の場合はまずいけど引けないんですよね。ここボルチェンとかの可能性もあるし、まあドリキュンタイでもしておきますか。まあ、格闘 Z で飛ばされたら、あ、ボルチェン OKOK だったらいいや。スカーフかもしんないな、このボルト。さあ誰に引いてくる。ガモスだったら OK、 ガモスはとりあえずいい。ディアドリキの種、スカーフはでもちょっと嫌だな。アイアントがワンパンされそうじゃ、ワンパンされそう。ナットレア残しましょう。ギャラドスで、ただここ超前からの Z もいたし、ギャラバック結構安易に読まれそうなんだよね。読まれかねない場面だったんで。あ、カバルドンだったらいいけどな。カバか、相手なかなかにパワーのない選手できてますね。これギャラで待ったら勝てるまであるのでは。まあ、とはいっても龍前さんに警戒されそうなんで、吹き飛ばしか何かが飛んできそうですね。何読んでのカバルドンなんだろうな。僕のパーティーってあんまり、あ、エンティーバック読みが今のところ滝登り、まあ相手は引けないもんな。ウィ
ぐらい、あ、半分通るか、オッケーオッケー、あはは、オボンか、しか4分の1じゃなかったです。4分の1組だったらいいなと思ったけど、オボンだったか。ガンプー、うわ嫌な技を持ちで、メガ滝登りとか、正直ギャラはもう散ってもいい。アイアントで処理しに行く全員、まあボルトがちょっと怪しいけど、でも10万ぐらい耐えるかな、さすがに D やわらかいとは言っても。どうだ、等倍だしな、まあ、スカーフじゃなかったらアイアントの方が早いんで問題ないんですけど、ステルスロック、はい、まあ、それはいいぞ。このままカバラドン突破したとボルトから入ってきて、ボルトがボルチェンでギャラを落としてくると思うんだよな。だからそこに対してアイアントを出してイバゼットで粉砕していくっていう。10万で落としに来たらナットレイから入りましょう。いや、ここボルチェンで落と、多分だけどこだわってると思うんですよボルトが。そう考えるとここはボルチェンを押したくなるはず。あのこだわり解除ができるかね、ボルトチェンジっていう技は。なんでここは滝登り、まあ、願望なんですけど、これは。あ、ではな、オッケーオッケー。ただある程度予想はした上での願望だったんで、でこれでアイアントの岩技で浮かんないので、もう一匹持っていけますね。多分だけどこのボルトをこだわってるんで、ラスト1になったら絶対ナットルで勝てるんですよ、まあ、気合玉持ってたらあれだけど。大体気合玉は相当連続で当てなきゃ厳しいはずなので、そこはいいや。でアイアント、イワゼットスカシに来るかな相手。まあでも僕はもう撃つしかないか。ワールズエンドホール、こちらガモスも何としても突破したい。オッケー、ガモスは吹っ飛びますねこれで。オッケー、でおそらくですがあのボルトはこだわってるんで、気合玉を持ってない限りは勝ち。気合玉ある場合はまあきついはきついんですけど、ただ相手相当連続で当てなきゃいけないんで、気合玉を多分確率的にはそんなに悪くないはず。 PP もあるしね、気合玉に関しては PP が結構少ない技なんで。いや、このアイアンドというポケモン嫌だろ。こいつ S がクソ、クソ、まあ、クソといっても109だっけ確かぐらいなんで、まあ、一般的なポケモンよりかはだいぶ早いんですよね。この相手のパーティーでいうとボルトとかガモスよりか早いんですよ。だからね、その辺の嫌らしさはありますよね。 S が絶妙に速くて火力がバカ高いっていう。はい、対戦ありがとうございました。